さあ続いては嵐チームの挑戦、第一投は桜井くんです。バンクボーリング桜井くん、久々ですね。いや久しぶりですよ。これどれくらいぶりですか？去年の10月以来です。半年。やったことはあるんだよね俺ね。やったことはあるんですよね。その時の成績は桜井くん、去年の10月の成績覚えてませんか？覚えてないです。僕、基本的に何て言うんですかね、悪い記憶は全部消し去られるように設定されてますんで。桜井くん、去年10月のバンクボーリング14ポイントでした。それは忘れましょう。それは忘れましょう。14ポイント。ああやっぱり覚えてなかったな、そういうことですね。どうします？今ならまだチェンジも可能なんですけど。いやごめんなさい、ここで今やらないとまた半年後で結果1年空いてしまうので、どうかこのところで止めていただきたい。じゃあもう赤倒しましょうね。